はい、こんにちは、タケチャンネルです。年金の教科書第1回です。今回は年金の仕組みについてお話ししていきます。基本の木ですね。で、サブタイトルでね、何よりも年金が大事な理由って書いてるんですけども、まあ大事な理由はこれ明らかですよね。とにかくまずはね、生きてる限りずっともらい続けることができるお金、これってそんなに多くはないですよね。だからこの終身型の保険、これ年金はね、とにかくそこがまず一番の魅力というか一番大事なポイントですね。何歳まで生きてももらい続けることができる。で、そういう終身型のね、保険っていうのは、イデコなんかでもね、数は少ないけどもありますしね。そう、だからなくはない。だけどね、この年金ほど、公的年金ほどね、安くないんですよね。だから、このね、国民年金、厚生年金、いわゆるこういう公的年金っていうのはね、ものすごくお得で、で、終身型のね、終身型で生きてる限りもらい続けられる。まあ、これがね、とにかく年金が大事な理由ですよね。比べ物にならない他の商品とはね、イデコとかね、まあ、そういう基本あれ、投資ですからね、そういう投資と比べてもね、年金の場合はね、リスクがもうほぼゼロですよね。だからリスクもほとんどなく、すごく割安ね、すごくね、支払い額に対してもらえる金額がね、すごく大きいんですよね。そのあたりが大事なところですね。で、その年金の仕組みをね、お話ししていきます。はい、まずはね、この老齢年金の仕組みですね。これ、一応会社員、公務員、それから専業主婦、個人事業主、まあ、こんな風にね、分けてみました。ね、会社員や公務員が、老後ね、受け取れる年金、まあ、こんな感じですよね。この表を横に見てもらって、まずはね、会社員、公務員であれば、国民年金、そこに加えて厚生年金、そして場合によっては企業年金、ね、企業で、用意している年金、まあ、だからこれ、企業が、掛け金とかはね、企業が負担して、で、それをね、個人で運用したり、企業が運用もしたり、まあ、そんな感じでね、もらえる、まあ、これ、なんだろうな、その会社員にとってはね、ものすごいありがたい年金制度ですね。何のデメリットもない。ね。お金企業が負担してくれますから。だけど残念ながらね、これ多分3割ぐらいですかね。この企業年金っていう制度がある会社はね。そんな感じです。で、あとはね、専業主婦の場合は、まあ、基本国民年金だけ受け取る感じになりますかね。ただ、専業主婦と言ってもね、専業主婦に最終的にはなったんだけど、最初ね、会社勤めしてて、ね、結婚を機に専業主婦になりましたみたいな場合は、これ、この、会社員時代の分のね、厚生年金はもらえることになりますけどね。それからね、個人事業主は本当にこれ国民年金オンリーになるんですね。個人事業主、フリーランス、あとは、まあ、無職とかもそうですよね。で、だから、万一の時に備えて国民年金基金とかね、付加年金とかに、これはね、任意で個人的に加入したりするわけですよね。まあ、付加年金は、まあ、お得はお得ですけどね、まあ、大してもらえる額は増えないけどね。あとはね、そういった、今、ここに挙げたような全員含めて、この個人型の確定拠出年金とかね、こういったのも、だから、個人が任意で、老後に備える。まあ、でも、まあ、イデコって言われるやつですね。まあ、でもこれ、投資ですけどね。というような、こんな仕組みになっています。で、ここではね、特にこの公的年金ですね、国民年金とこの厚生年金、ここのところについて、説明をね、していきますので、よろしくお願いします。さて、まずはね、年金の額ですね。月額。年金の額、これ年金ってね、だいたいいくらぐらいもらえるのっていう話ですね。でね、まずはこれ、会社員、公務員の場合、国民年金と厚生年金、これ合わせて、これ、会社員、公務員はね、厚生年金をもらえるんだと。国民年金じゃないんだ、みたいに思ってる人が中にいるんですけど、そうじゃないんですね。会社員として厚生年金に加入すると、まあ、これ、国民年金もね、そこに含まれるのでね、これ、合わせて、これ、平均がね、146,000円だそうです。ね、まあ、こんなもんかな。で、これ、合わせてですからね、国民年金と厚生年金、合わせて146,000円。だからね、この専業主婦や個人事業主、国民年金だけだったらってなると、ね、当然減るわけですよね。56,000円。これが平均です、ね。こんな感じになります。で、このね、これあくまで平均なので、特にこのね、厚生年金、このね、もらえる金額っていうのは、これ、長く働いてた方がいっぱいもらえるようになるし、たくさん稼いでた人の方がいっぱいもらえるようになるんですよね。厚生年金。だから、これね、一概に言えないんですけどね、平均がこんな感じってことになります。で、このあたりの金額をね、正確に知りたい人は、これ、年金ネットっていうのに登録するとね、これはね、限りなく正確な
将来もらえる年金額とかが分かります。あの要は、まあ、僕なんてね、あの去年会社辞めたんで、あのそういうことがあったらまた変わりますよ、もらえる金額はね。だけど今の感じで、ね、今のまま会社員続けて今の感じで、あの保険量を納めていくと、まあ給料から天引きですけどね、会社員だったらね、将来もらえる年金額はこんなこれぐらいになりますよっていうのがこれ分かるんですね。だからそれがまあおすすめですね、正確に分かります。だから僕がこう会社員辞めた時なんて、だから減るわけですよね。あの会社員辞めて厚生年金から国民年金の方にね変わりますからね。そうするとね、それがちゃんと反映されて、将来もらえる年金額はこれぐらいですよっていうのがあの減りましたね。だから今ね、僕はだから今の感じこう無職でね、働きもせずあのブラブラしていると、どうやらね、将来もらえる年金額はね、でもね、このね平均よりは多いんですよね。まあ1万円ぐらい多いみたい、そんな感じらしいですね。だからちょっとなんかね、思い直してね、会社勤め再開して厚生年金に入ってってなると、だからそのね16万円ぐらいよりももっと増えてくるんでしょうね。だけどまあそういう気もないんだけどね、まあそういう感じね。で、ただね、これ国民年金について言うと平均5万6000円なんですけど、国民年金ってね、今満額だと月額でだいたい6万5000円もらえるんです。まあ月額に直すとね、実際はね2ヶ月に1度だから2ヶ月分が、偶数月のね15日に振り込まれるんですけどね。だからそれをね、月に換算するとだいたい6万5000円が満額なんです。だからね、国民年金はこれ満額もらって得るようにした方がいいですね。つまりね、平均が5万6000円ってこれどういうことって話なんですけど、要はね、あの未納期間があると6万5000円満額はもらえないわけですよね。だから未納期間が多ければ、もらえる金額も減っていくと、こういう感じなんですね、っていう風になってます。だからこれはね、満額にできるので、未納期間ってね、意外とね、あの認識してない人もいるかもしれないんですけど、学生時代のね、学生って20歳になってもね、納付猶予とかあるんですけど、ああいうの未納期間になるので、あれをね、追納を後で納めずにそのまましておくと、こうやってもらえる年金額は減っていくんですね。という、まあ一応でもね、このくらいもらえますよということですね。だから、例えばね、会社員の、旦那、だいたい15万円ぐらいもらえて、専業主婦の妻、まあ5万円ちょっともらえて、って。そう考えるとね、老後のね、老夫婦2人、年金暮らしって時に、まあ、平均を取ると、大体まあ世帯の収入が1ヶ月20万円ぐらいっていうのがまあ妥当なところなのかもしれないですね。まあ平均だから何とも言えないんですけどね。まあ、こんな感じになっています。はい、さあ次に行きます。今度ね、国民年金にフォーカスして少し見ていこうと思います。保険料の話です。ね。でね、国民年金って、これさっき分けたこの分類なんですけどね、まずね、個人事業主や無職フリーランス、こういう人たちを第1号被保険者って言います。で、第2号はね、会社員、公務員、第2号被保険者なんですね。で、第3号が専業主婦ね。で、第2号、この会社員、公務員っていうのは、これ、国民年金保険料、さっきもちょっと言いましたが、厚生年金の保険料にね、これ含まれてるんですね。だから、納めてる、国民年金の保険料、納めてる感じはあんまりしないと思うんですね、会社員の方ね。だからこれね、会社がまとめて、払ってると。つまり給料から天引きされている、年金の保険料、あれはね、国民年金の保険料も含まれているってことなんですね。でね、この第3号被保険者、これは要はね、第2号被保険者の扶養に入ってる人ですね。ね、なので、扶養者が加入する年金制度で、これ一括負担されます。なんかこれお得なんですよね。だから自分でね、保険料を納めることはないんです。で、1号被保険者、これ個人事業主とかですから、これはね、自分で納めるしかないんですね。で、まあ、保険料って、20歳から60歳の間、40年納めますね。40年。つまり480ヶ月納めます。だから、1ヶ月未納期間があるとね、480分の1減るわけです。まあ、わかりやすいですよね。480ヶ月納めるから、1ヶ月あたり480分の1減っていくということになるんですよね。だから、まあ、1年、未納期間があれば、要は40年のうちの1年だから40分の1減るしっていう、こういう仕組みです。ただしね、1個ちょっと例外があって、未納だとそうなるんだけど、まあ要は減免制度があるんですよね。なんだろうな、それが認められるとね、減る額がね、半分になります。これはね、要はこの国民年金って、私たちが納める金額と同じだけね、要は国が税金から納めてくれてるんですよね。だから未納だとね、これ私たちも納めてないし国も納めてくれない、これが未納の状態だけど、そのね、減額とかが認められると
これはね、私たちは納めてない。そうなんだけど、国のね、税金からの分は納められる。こういう状況になるんですね。だからね、そういう認められるとね、申請して認められると、そういうちょっとお得な部分があるんです。ただまあ、全部払った方がいいんですけどね、減ることに違いはないですからね。まあ、こんな感じになってます。で、今現在、保険料、だいたい月額1万7000円弱です。今はね、1万6600円とか700円とか、それくらいなのかな。で、これはね、毎年少しずつね、保険料は、上がってます。で、これね、まあ、なんでかっていうと、まあ、適当に値上げされてるわけじゃなくてね、もちろんね、物価の変動とか、あとはね、賃金の動向とかですかね、そういうので、こう、変更がなされていくんですけどね、まあ、基本上がっていくんですね、ちょっとずつ。はい、こんな感じですかね。これが、保険料の話。でね、老齢年金のその受給額、さっきもちょっとお話ししましたけどもね、これ、まずはね、老齢基礎年金。これ、未納期間がない場合、これ、65歳から、受け取る。まあ、基本受け取れるんですけどね。大体年額78万円になるんですね。このね、老齢基礎年金。これさっき言った国民年金の部分です。はい、で、年額78万円だから、これがね、月額にすると6万5千円ぐらいになるわけなんですよね。で、これをね、繰り上げ受給、繰り下げ受給っていうのができます。ね、繰り上げっていうのはね、年金の受給開始を早めるんですね。通常65歳からのものを、まあ、最大でね、まあ、60歳からね、もらうことができます。で、そうするとね、早くもらえる方が、その点ではいいんだけど、早くもらえる分ね、1回あたりにもらえる金額は減っちゃうんですね。1ヶ月、1月早めるにつき 0.5% 減額されます。だから、60歳まで早めると5年ですからね。だから、60ヶ月早まるので、30% 減額になっちゃうんですよね。もらえる金額が。だから、そこがね、どっちがいいのかなと、早くもらえるけど、1回あたりは減っちゃうよってことですね。逆にね、遅らせる場合、繰り下げ受給の場合ですね、これ、1月あたり 0.7% をもらえる金額が増額されます。だから、最大でこれもね、70歳まで遅らせることができます。だから、60ヶ月遅らせることができるんですけど、60ヶ月遅らせることができるわけだから、0.7×60 ですから、42% 増額になるんですね。で、これはね、上に書いた年間78万円っていうのは、これ、老齢基礎年金なんでね、国民年金の部分だけで、厚生年金はこれ、ここに入ってないんですけどね、まあ人によって違うし。で、そうなんだけど、このね、繰り上げ繰り下げっていうのはね、これ、老齢厚生年金にも適用されるので、だからね、例えばね、夫婦2人、年金暮らし、さっき言ったね、夫婦2人で、まあ、月々20万円の年金収入がっていうのが、まあ平均でしたよね。だから、65歳から年金を受け取ろうとすれば、ね、世帯収入が月々20万円ってなるわけです。まあ、20万円、どうなんですかね。まあ、生活できなくもないけど、割とカツカツかもしれないですよね。でね、これがね、60歳から、要は繰り上げ受給ですね。60歳から早くもらい始めようとすると、これ 30% 減額になりますからね。だから、世帯収入14万円になります。14万だとちょっとね、生活きついかなっていう感じがちょっとしますけどね。僕なんて今住んでるのは、持ち家なんで、家賃とかはね、かかんないんですけど、マンションなんですよね。だから、家賃はないんだけど、管理費だけで3万円ぐらいかかりますからね。世帯収入14万円になっちゃったらちょっと厳しいかな、なんて気はしますけどね。まあでもまあ、まあこんな感じになる。で、逆にね、受給開始を遅らせて70歳からにするとね、20万円の 42% 増額になりますから、世帯収入28万4千円。こうなるんですよね。だから、まあ、バリバリね、働いてる時と比べたらね、やっぱりそれはちょっと減っちゃうんだけど、まあでも30万円近いわけだからね、まあ悪くないかななんて、まあそんな感じになりますよね。っていうね、まあ今回の動画はね、この年金の基本的な仕組みの話なので、一応こんなところ、今日伝えたいのはこんなところなんです。で、あ、そうだ。このね、今話した繰り上げ受給、ね、受給開始を早めて、その分ちょっと減額されちゃうっていうやつ。これとね、特別支給の老齢厚生年金っていう制度があるんですね。これ、まあ、これ誰もがね、特別支給受けられるわけじゃないんですけど、これをね、ちょっとね、ごっちゃに、しちゃってる人がいるような気がするんです。だけどね、これ全然別物ですからね、特別支給の老齢厚生年金って、これね、65歳より早くに、ある条件を満たしてれば、年金もらい始めることができるんですよね。で、これはでもね、繰り上げ受給とは違うから、もらえる将来、っていうか、65歳からの年金額が減っちゃうとかね、そういったことは全然無関係なので、このね、特別支給の老齢、厚生年金、これね、まあ、
まあもらった方がいいかななんて僕は個人的には思うんですけど、だけど会社勤めしてバリバリねこう働いてたりするとそれでもらえなくなっちゃったりとかね、この辺もちょっと難しいんですけど、またねそんな話も別の動画でねやっていこうかなと思っていますが、今回の動画はこんな話でしたね。ちょっと年金についてもいろいろちゃんとね正しい知識を身につけてね、将来老後に備えてね困らないようにしておくことが大事かななんて思って、この動画のシリーズを撮り始めました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今後の動画もどうぞよろしくお願いします。たけチャンネルでした。それではごきげんよう。